水深120メートルという深い海の底に沈んでいた観光船カズワン。今月23日、事故発生から1ヶ月というタイミングで海面近くまで吊り上げられ、うっすらとその姿を現しました。沈没から1ヶ月、そのカズワンの船体の様子が上空からもはっきりと見て取れます。本格的な事故調査に向け期待が高まる中、作業船海進がカズワンを海中で宙吊りにした状態でゆっくりと曳航。作業は順調に進んでいると思われていましたが、あちらに見えますのが作業船海進です。カズワンを引き上げるため斜里沖に向かっていましたが、途中でカズワンが落下したということです。おととい、曳航中に固定していたベルトが切れ、カズワンはさらに深い水深182メートルの海底に落下するという事態が発生したのです。トラブルから2日、仕切り直しとなった今日。斜里沖に向けて曳航中にベルトが切れて再び沈没してしまったカズワン。今まさにこの海底で ROV を使って固定する作業が行われています。午前8時ごろから作業が始まり、前回の吊り上げの時より太いベルトを船体に装着するなどの対策も行われました。正午過ぎです。あちらに見えるのが知床半島です。そこから数キロ先に海進が見えます。午後からは吊り上げ作業が行われた後、あちらの浅い海域に向かって船体が船に上げられる予定となっています。今日も観光名所オシンコシンの滝には多くの観光客が訪れ、心配そうに作業の様子を見つめていました。今午後見てきましたけども、天気もいいし素晴らしかったです。天気良かったです。気の毒で本当に何て言ってるか分からないけど、本当にもうあえて見つかってほしいですね。引き上げもね、だいぶ大変そうですけど、早く引き上げてもらえればいいかなと思いますね。一方、船の引き上げではいくつもの危険が伴います。おととし11月、香川県の瀬戸内海で旅客船が沈没する事故がありました。修学旅行中の児童など62人が乗っていましたが、全員救助されました。当時この船の引き上げ作業を行った潜水士の竹内和樹さんは、作業の難しさをこのように話します。地上でワイヤーかけて荷物を上げるっていう感覚ではもう全くないですね。ひびが入っているところにかけてしまったら、重さに耐えきれなくて破損がひどくなったりするんで。また潮の流れも作業に影響してくるということです。潮の流れが速かったりすると、その上げてる途中でワイヤーが、ね、ずれてしまったり、切った状態でずれたワイヤーを元に戻すっていうのは無理なんで、また一回そこまで下ろさないかんですよね。そしてこれは当時船を引き上げた際の映像です。次の瞬間、固定していたベルトが切れ海に落ちてしまいました。一方、カズワンの引き上げに向けた作業では無人潜水機 ROV で取り付けたベルトで今日午後3時ごろから釣り上げを開始。ウトロ漁港の西およそ11キロの海域で水深182メートルから釣り上げられるカズワン。作業船海進に横付けされ、海進はその後浅い海域まで移動。船上に引き上げた後は網走港に入港し、船体を陸揚げする予定となっています。早期の事故原因の究明が求められる中、今後の動きにより注目が集まりそうです。